エジソンの盗作疑惑に関してなんですけど、まあ、エジソン1300個の発明を生み出したと言われてるんですけど、彼の中でも一番人間の生活を変えたものだとされているのが白熱電球ですよね。ただ結論から言いますと、この白熱電球っていうのを発明した人は別にいまして、それを改良して世に広めたのがエジソンだと言われています。実はね、これ初めて特許を取ったのはイギリスのジョセフ・スワンという人物なんですよ。で、その時の仕組みはめっちゃシンプルで、電球の中のフィラメントっていう部分、ここが発熱して光を放つっていうものだったんですけど、このスワンが開発した電球っていうのは、このフィラメントが短時間で燃え尽きたりとか、とりあえず消費電力がものすごい大きかったと、いくつかの欠点があったんですね。そこでエジソンはですね、このアイデアをまあ言ってしまえばパクって、このフィラメントをジャパンの京都の竹に変えたんですよ。そうすると長時間光り続ける電球と改良できたんですね。ただまあ改良したはいいけど、スワンが実際特許持ってるんで、エジソンは勝手にそれを売ることができなかったんですよ。ここでエイジこんなことをします。まずはですね、君と僕だったらこれ世界取れるんじゃないかっつって、まあ、スワンを取り込んで共同で会社を設立するんですね。でまだ実際に商品として売り出せるかも全く分かってない開発段階で、マスコミ各社にもうすぐ我々の電気の時代が来るっていう風に大々的に歌ったんですよ。大博打ですね。で結果ですね、この二人の会社にどんどん研究資金が集まったんですね。で最初はまあハッタリみたいなものだったんですけど、実用的な白熱電球っていうのを1年後に完成させまして、世に出すことに成功したんですね。まあ元々はその自分のひらめきじゃなかったものをベースとして、そこから発明者とかマスコミ世論をうまく誘導して、結果これエジソンが作ったと、まあ自分の功績になっちゃったんですよね。